リンザンスタラー今では、ジェジェンストー・フジョー・ロベルト・ガルデルは、スイスの画家、ジュネーブ生まれ。ガルデルは、パリで、ニコラド・ラルジリエールに支持し、肖像画の画家として、名を馳せ、肖像画やジュネーブの風景を描いた、同伴画を制作した。ガルデルは作成した、肖像画の量とそれらを作成した、速さの両方で著名。ケンブリッジ大学図書館は、1978年の、 展示会で、ガーデルは多作であり、2、3日で、肖像画を描くことが多かったと述べている。ジュネーブのブルジョアの家に生まれた、4人兄弟の2番目で、イギリスに移住した、細密画の画家である兄のダニエルと区別するために、若い方という愛称で呼ばれていた。幼い頃から気質を発揮し、カッセルに赴きマードフェルド男爵に会い、彼の保護者となり、ベルリンに送られた。 1712年にジュネーブに戻った。彼はヘッセンカッセルの王子主であるフリードリヒニセイの肖像画など様々な肖像画を描いた後、1712年にジュネーブに戻った。その技術を完成させるために彼はパリに行き、ラルジリエールの弟子となり、彼の肖像画のコピーを作成した。1713年に、 ジュネーブに戻って、彼は、肖像画を専門にした。彼は、仕事が早く、作品に高額な料金を請求しないため、多くの顧客を獲得した。彼は、スイス各地を旅し、ピエール・ファティオや、進学教授など、当時のジュネーブの主要人物の肖像画を描いた。彼が制作したポートレートを縮小したサイズで二重に、することが多かった。1726年には、 ジュネーブの風景をいくつか掘り、1754年には72歳の時に、ルソーの肖像画を制作した。ありがとうございます。